実写版ダンボを見たよ。もうね、いわゆるオリジナルで言うところと、オリジナルはさ、耳でさ、空を飛ぶのがオチなわけじゃない。今回ね、もう本当20分か30分ぐらいでもう空飛べるようになるんだよな。2時間ある映画で。で、そっから何が起こるかっていうとね、その空を飛ぶ、象の、奇跡の象の存在をめぐる人間の話になるんだよ。全然違うんだよ、オリジナルと。実写版。まあでもね まあ好き嫌いはあれどね、多分ね、好き嫌いはあれどね、もうこの映画を見たらもう誰もがね、バンデバーのことをね、印象に残るだろう。面白すぎるだろ。あれ、夢と希望のテーマパーク、ドリームランドの経営者にして。まあ、口癖は夢、そして不可能を可能にするという。もう。でもってさ、役者さ、もうなんだろう、マイケル・キートンでね、もう面白くなっちゃってさ、あの人が出るだけでさ、もうなんだろう、ホラー度が上がるんだよ、映画のホラー度。例えばもう、絶対なんかこう、空気がなんか緊張すんだよな、あの人いると。もうそれがね、面白くて。待ってね、このバンデバー、あれなんだよな、自分のなんか まあ、アイコン的なものがさ、V と A と V なんだけど、それがね、V と A と V がギュッてね、縮まってさ、VAV がね、W に見えるような、その意向になっててね。で、なんだろう、前編的、なんか映画全編でさ、D が強調されるような、なんかダンボの D とかさ、ドリームランドの D とか。もう そこまでやるかみたいな。俺もう最後にね、これもう落ちちゃうけどさ、ドリームランドがね、もう、破壊されるところが面白すぎてもしょうがなかった。そんな してみんな、楽しそうになんか 面白そうにドリームランドがもう 燃え盛るところを見てなんかもうおもわ笑ってる銀行員とかさ、もうなんか そんなにかって そこまでやるかって そこだけでもちょっともう 俺はちょっと満足したかもしれない。ダンボ。もう正直ダンボは何だろうな。もうなんか舞台装置感だよな。暖房をめぐってはなんか、周りのなんか人間も、てか暖房喋んねえもん。ネズミも喋んねえもん。それは動物だもん、喋んないよな、みたいな。だからもう周りの人がね、話を進めていくんだよ。ほんと、絶対、なんだろう、バンデバーはもう記憶に残るわ。存在が面白すぎる